ジャレル・エディは、アメリカ合衆国フロリダ州タンパ出身のバスケットボール選手。身長201センチメートル、体重100キログラム。ポジションは、スイングマン。フロリダ州タンパで生まれ、ノースカロライナ州コンコルドのキャノンクールを卒業後、2010年、バージニア工科大学から勧誘を受け、入学した。2010年から2014年まで、 バージニア工科大学で4シーズンプレーし、下記の個人成績を残した。卒業後、NBA ドラフト資格を得てエントリーしたが、指名はされず、サマーリーグにはシントンウィザーズから参加し、7試合出場で平均3.5得点、1.4リバウンドの成績を残した。2014年9月29日、アトランタホークスと契約し、 プレシーズンゲームに3試合出場したが、10月21日に、ウェーブされた。ウェーバー期間が明けクリアウェーバーとなり、23日に、ボストンセルティックスと契約したが4日後に、再びウェーブされた。2014年10月30日に、D リーグのフォートウェイン・マットアンツにアトランタホークスの、アフィリエートプレイヤーとして入団したが、2日後、オースティンスパーズにトレードされ、11月3日に、 正式にオースティンスパーズの参加に入った。2015年2月15日の D リーグオールスターでのスリーポイントコンテストで優勝した。2015年3月5日、アトランタホークスと10日間契約を結んだが、試合出場はなく2回目の契約には至らず、オースティンに戻った。2015年のサマーリーグには、オーランドではインディアナペーサーズから参加し、ラスベガスでは サン・アントニオスパーズから参加した。サマーリーグでは12試合に出場し、平均10.9得点、3.3リバウンドの成績を残し、9月25日、ゴールデンステートウォリアーズとトレーニングキャンプ契約を結んだが、プレシーズンゲーム2試合に出場後、10月23日に解雇された。2015年10月30日、D リーグのオースティンスパーズ参加の選手となった。 2015年12月22日、ワシントン・ウィザーズと契約。1シーズンを過ごした後、2016年10月21日に解雇された。2016年10月29日、オースティン・スパーズと再度契約した。2017年1月25日、ホリー・ストンプソンとのトレードでウィンディシティブルズに移籍した。2017年3月18日、 フェニックスサンズと10日間契約を結んだ。2018年3月1日、シカゴブルズと10日間契約を結んだ。ありがとうございます。